こんにちはりょうですそれでは今日も元気よくお金の勉強をしていきましょう今日のテーマはこれですね。知るだけで得する。これに感動できたら未来は明るいお金のレベルを測るマネークイズ20選。こういうテーマで話をしていきたいと思います。僕の簡単なプロフィールです。こんな感じになってますんでね。興味のある方はまた見ていただければと思います。今日の話題ですね。突然ですが、皆さんに一冊の本を紹介します。家庭の金銭額っていう本ですね。 アメリカ最大の投資顧問会社を経営するリック・イーデルマン氏が書いた The Truth About Money っていう書籍を和訳したものになります。税制など一部の項目は日本の個別事情に合わせた形でちゃんと編集されています。一家に一冊、家庭の医学のお金版っていう触れ込みですね。投資、家計管理、家、税金、保険など、家庭のお金に関するテーマを網羅しており、そのページ数はなんと891ページ。枕にできるレベルの分厚さです。 この書籍、あまりにボリュームが多すぎるのと、内容も一部非常に高度なものが含まれているので、このチャンネルの視聴者さん全員にお勧めできるものではありません。初心者っていうよりは、すでにそれなりのお金の知識を持っている人が、自分の知識を体系的に整理するのに適した本ですね。今日の動画では、この書籍の中に登場するマネークイズを一部抜粋して紹介します。説問は書籍から抜粋し、解説部分は僕のオリジナルでお送りします。 大切な問題だけを厳選するので今日の動画のクイズで100点が取れるようになればきっとお金の未来が変わりますよ今日動画を見る前の状態で10年経つのと今日動画を見た後の状態で10年経つのでは全然違った未来を迎えることになるってことです全く自信がない初心者の人もちょっと腕に自信がある中級者の人もぜひ楽しんで学んでいってください 全部で20問出すので1問5点ですね。何点取れたのかコメントに残してくれると嬉しいです。質問と答えの解説の間に5秒の間を入れますが、もっとじっくり考えたいっていう人は動画を止めながら進めてください。それでは本題に入りましょう。未来を占うマネークイズ20選いきましょう。クイズ1。最大の金銭的財産は次のうちどれか。1、住宅。2、健康。3、収入を稼ぐ能力。4、退職金。 正解は、3番の収入を稼ぐ能力ですね。人が働いてお金を稼ぐ能力のことを人的資本と言います。詳しくは過去動画で解説しているのでこちらをご覧ください。人的資本とは何か親が子供に会社員や公務員を勧める理由、この動画ですね。住宅は1000万円から3000万円、退職金は500万円から2000万円ぐらいが平均的な数値でしょうか一方で、年収300万円かける3 0年働ける人には、ざっくり9000万円の財産価値があります。 本来はもう少し細かい計算が必要なんですけど、そこの解説は過去動画に譲ります。人的資本は人が持つ一番大きな財産なので、生命保険や年金保険、障害年金や遺族年金でリスクをカバーするんですね。クイズ2。確定拠出年金に関して正しくないものは次のうちどれ ?1。引き出すまでは利益に税金がかからない。2。掛け金は個人か会社が積み立てる。3。原則60歳からペナルティなしで引き出しが可能。4。 そこからお金を借りるには最適な場所である正解は4番そこからお金を借りるには最適な場所であるこれですね日本の年金制度はよく3階建ての建物に例えられています1階が国民年金2階が厚生年金3階が確定拠出年金など確定拠出年金には企業型個人型などの種類があります 最近注目されているのは、個人型確定拠出年金、イデコですね。掛け金は個人負担で厳選されたファンドに積み立て投資する。企業型なら会社が積み立ててくれます。ファンドは自分で選びます。掛け金は所得控除になる。つまり節税になる。運用益は非課税。原則60歳までは引き出すことができないっていった特徴があります。イデコは老後に備えるために最も強力な制度の一つです。もっと知りたいってい人はこちらの動画をご覧ください。イデコ完全攻略。2022年からほぼ全員対象。 イデコは老後資金問題の解決策になるのかよくある質問6つに回答この動画ですねクイズ3金利が動くと債券価格はどう変化するか1債券価格は同じままである2債券価格は金利と同じ方向に動く3債券価格は金利と反対の方向へ動く4債券の満期日が同様に変わる正解は 3番。債券価格は金利と反対の方向へ動く。これですね。債券というのは株式よりはリスクが低い投資対象です。元本の値動きが小さくて、つまり大きく値下がり、値上がりをしない。そしてリスキ債の場合は持っているだけで債券利息がもらえます。手堅く運用したい人がよく投資する資産ですね。債券価格は金利によって変化します。例えば、金利が1%から2%に上昇すると債券価格は下落します。金利が1%から0%に下落すると債券価格は上昇します。 とにかく金利と逆に動くってことだけはしっかり覚えておきましょう最近世界中で金利が上昇傾向にあり債券価格が下落していますねクイズ4最適なポートフォリオとは次のうちどれか1一番お金を儲けられる可能性が高い資産構成2一番リスクが小さい資産構成3取引費用管理費用節税効果を加味した出費最小の資産構成4リスクに対するリターンのバランスを考えた資産構成 正解は4番リスクに対するリターンのバランスを考えた資産構成これですね投資の世界にはローリスクローリターンミドルリスクミドルリターンハイリスクハイリターンという大原則があります時々そうじゃない時もあるんですけどね私たち一般人は気にしなくてもいいですめちゃくちゃ儲かっている人っていうのは大きなリスクをとってたまたまサイコロのいい目が出ただけ悪い目が出れば大損していた可能性があります ついついとにかくお金が激しく増えるポートフォリオを求めがちなんですけど、気にするべきはリスクとリターンのバランスです。崖から落ちるまでアクセルを踏み続けるチキンレースをしないように、くれぐれも気をつけましょう。クイズ5。皆さんがファンドを購入したとき、ファンドを販売した仲介業者の主な収入になるものはどれ ?1、信託報酬2、売買手数料3、信託報酬売買手数料4、上記のどれでもない 正解は3番、信託報酬売買手数料です。売買手数料を取られるっていうのはなんとなく分かったんじゃないかなと思います。問題は信託報酬の方ですよね。信託報酬っていうのは投資信託、ファンドを管理、運用してもらうための経費として、投資信託を保有している間はずっと投資家が支払い続ける費用のことです。ファンドが値上がりしようが値下がりしようが、毎日払わないといけないのが一般的。投資家からファンド運用者たちに支払う基本給のようなものですね。成果報酬ではないのが普通です。 この基本給は、運用会社、運用の指示を出す人、受託会社、指示を受けて実際に売買する人、販売会社、最初にファンドを売った人、この3社で分配されることになります。ファンドの販売業者は、売った時に手数料をもらって、その後も信託報酬の一部をもらい続けます。ファンドの販売会社、美味しい商売ですね。いろんな窓口で売ってますよね。それはこういう理由です。自分じゃなく、他の人をお金持ちにするための人生、 この人生を生きたくないのなら、販売手数料は無料。信託報酬は激安。世界最高レベルのファンドは信託報酬が0.03%とかです。そういう低コストファンドを選びましょう。クイズ6。住宅ローンについて正しくないものは次のうちどれか。1。住宅ローンは住宅の価値に影響を与える。2。住宅の購入時にローンを利用しないと後から所得税控除を受けられない。3。不良の事態を想定すると35年ローンは15年ローンよりいい。4。 住宅ローンを組むと所定の要件を満たすことで所得税控除を受けられる正解は一番住宅ローンは住宅の価値に影響を与えるこれが間違いですねこれは正しくありません 皆さんが多額の住宅ローンを組もうが、少額の住宅ローンを組もうが、いい立地の家を買えば住宅価格は上がるし、悪い立地の家を買えば住宅価格は下がります。将来半値になる2000万の家よりも、将来2倍になる5000万円の家の方が安いんですね。いくらの住宅ローンを組むかは家の価値に直接的な関係がありません。もし家が欲しいなら、そして経済的に苦労したくないのなら、リセールバリューのいい家を買うことに集中しましょう。クイズ7株式市場は1 2経済の地効指数である3経済の一致指数である4上記のいずれでもない正解は1番経済の先行指数であるこれですね健康診断では体重血圧視力などを測って異常がないか確認しますよね経済にも似たような健康診断の項目があります例えば家計消費支出これは地行指数です 国民の去年の家計簿を取りまとめることで去年の景気がどうだったのか後からわかります例えば有効求人倍率これは一致指数です今企業が出している求人の数は今の景気を表していますそして今回の問題にあった株価は先行指数です株価が上がっている時は将来景気が良くなるっていう期待で上がっているんですねだから今自分が感じる景気の良し悪しと株価がずれるのは当たり前なんです 2021年3月現在、世界の株価は絶好調ですが、これから景気は良くなるのかもっていうところですね。みんなの根拠なき期待が膨れ上がった状態がバブルですね。クイズ8。何枚かのクレジットカード、借金を返済する際、最初に返済すべきはどれ ?1、金利が一番低いもの。2、残高が一番大きなもの。3、残高が一番小さいもの。4、金利が一番高いもの。 正解は、4番、金利が一番高いものです。ついつい残高が大きなものから減らしてプレッシャーから解放されたいなぁとか、残高が小さいものから減らして借り入れ先の件数を減らしていきたいとか、そういうことを考えてしまいがちです。でも正解は、金利が高いものから返済する。これが正解なんですね。気分ではなく数字で考えましょう。年利5%で100万円借りたら、10年後の借金は165万円。年利15%で50万円借りたら、10年後の借金は220万円。 高金利やばいですよね。とあるお金持ちの言葉です。俺は金利を払うために頑張ってるんじゃない。もらうために頑張ってるんだってね。借金は返して余裕のあるお金は資産運用に回して金利をもらう側になりましょう。クイズ9。公的年金の受給月額は夫婦二人分で平均いくらか。1、約50万円。2、約40万円。3、約30万円。4、約20万円。 正解は ?4 番。約20万円です。国民年金は満額で月6万5千円。厚生年金は平均で月8万円。これらを合わせると、1人当たり月14万5千円が平均的な受給額になります。これに専業主婦の妻の分を合わせると、合計で月21万円ですね。もし皆さんが2000万円の資産を作ることに成功して、それを年利4%で運用することができたら、年間80万円の資産所得になります。これは国民年金の年額78万円に匹敵する金額です。 資産5000万円以上の小金持ちならば、資産所得はざっくり年間約200万円。早く貯めれば貯めるほど現役生活も楽になるし、老後の心配もなくなりますね。公的年金プラス個人資産で豊かな自由を手にしましょう。そのための具体的な方法はこのチャンネルで伝え続けていきます。クイズ10生命保険文化センターの調査では、介護に必要な月額はいくらか。これは介護保険を利用した後の自己負担額で考えてください。1、約5万円。2、約8万円。3、 正解は2番の約8万円です生命保険文化センターの調査によると介護にかかる一時費用住宅改造や介護用ベッド代の平均は69万円100万円以上かかる人は全体の約12%介護にかかる月額費用は平均で7.8万円月10万円以上かかる人は全体の約30% 介護期間は平均で4年7ヶ月。10年以上に及ぶケースが全体の約15%。あくまで平均というケースに限って言えば、一時費用69万円プラス介護費用429万円。これは月7万8000円 ×4 年7ヶ月です。合計498万円。約500万円の介護費用が発生することになります。これは介護保険でカバーされる分を除いた自己負担額です。資産形成戦略を考える上では、このような具体的な数字を参考にしていきましょう。 ご覧の通り、ある程度の使える資産があれば民間保険は不要です。若いうちに保険料を無駄にせず自分の資産を作っていきましょう。クイズ11フラット35では年収400万円以上の場合、年間返済負担率何まで住宅ローンを組めるか。1 20、20%2、30%3、35%4、35 4. 44% 正解は3番35%番ですつまり年収400万円なら400万円 ×35%140 万円ローン返済の上限は年間140万円までということですねでもこれは貸せるギリギリの条件です現実問題年収400万円の人が年間140万円の返済をしたらカツカツですローン破産しないためにも借りられる金額と借りても苦しくない金額この2つはしっかり区別しておきましょう 年間返済負担率は最大でも25%に抑えるべきですね。僕の友人たちで全く苦しまずに生活している人は、リセールバリューのいい家を年間返済負担率15%とか20%とかでローンを組んで買っています。これができるんだったら持ち家を買ってもね、そんなに苦しくならないってことですね。クイズ12住宅を取得した場合、毎年かかる税金はどれ ?1、登録免許税2、不動産取得税3、所得税4、固定資産税 正解は、4番、固定資産税です。お金持ちになりやすい人はこういう人です。本体価格だけではなく、付随費用も考える。初期費用だけではなく、ランニングコストも考える。登録免許税や不動産取得税は家を買った時にかかる税金です。不動産屋や,や銀行に払うコスト。 仲介手数料、住宅ローン手数料なども考えると、家の購入にはざっくり本体価格の約8%の付随費用がかかります。そして家を購入した後は、修繕費や固定資産税といったランニングコストが毎年かかり続けます。買い物をするときは本体価格だけにとられるんじゃなく、付随費用、ランニングコスト、ここまで含めて、トータルでいくら払うことになるのか、これを考えていきましょう。クイズ13。 1951年末に東証株価指数配当込みに投資された100万円は2019年末までにいくらになったか ?1、239万円2、682万円3、1267万円4、6億6599万円正解は4番6億6599万円です。驚愕の数字ですね。 これが福利の力なんです、皆さん。米国の株価指数 S&P500 や日本の株価指数 t o p i x など、このようなインデックスの場合、個別企業と違って倒産はほぼありえません。国が成長する限りは好景気、不景気を繰り返しながら伸び続けるんですね。そして、潰れない投資の究極系は全世界株への投資です。例えば VT というファンドを買うと、全世界の約8000もの企業にまるっと投資することができます。 このファンドを買って約70年放置したら今回の問題のように面白い結果になるかもしれませんね。実際そういう超長期目線で積み立て投資している人は少なくありません。投資する人としない人の差は長期で見れば広がるばかりです。クイズ14。金融の専門家の多くが認める一般の方々が金銭管理に失敗する最大の要因は次のうちどれ ?1、収入が少なすぎること。2、重税。3、先送りの癖。4、インフレ経済。 正解は3番先送りの癖です例えば18歳から26歳まで年間50万円かける8年計400万円投資したジャック26歳以降は65歳までずっと放置したとします26歳から65歳まで年間50万円かける40年計2000万円投資したステファニー65歳時点でどちらの方がよりお金持ちになっていると思いますか皆さんどうでしょうどっちがお金持ちになっていると思いますか 二人とも同じく年利10%で運用できたと仮定します。正解は、なんとジャックなんですね。65歳時点の資産は、ジャックが約2.6億円、ステファニーが約2.2億円、最初の8年投資をして後は放置しただけなのに、4000万円もジャックの方が多いんですね。早く始めれば始めるほど、福利が大きく効くっていう事例ですね。つまり、先送りせず、今日から投資を始めようってことですね。お金持ちになれない人は、貯金を頑張るのは来月から。 投資を始めるのは来月から。保険を見直しするのは来月からっていった感じで、とにかく先送りします。この癖が将来大きなつけになるということをしっかり認識しておきましょう。僕の周りの成功してる人たちはみんな行動力があって、とにかくやるのが早いですね。今すぐやる、大事です。クイズ15。公的年金に関する税金の所得の種類は次のうちどれか。1、雑所得。2、配当所得。3、退職所得。4、一時所得。 正解は、1番、雑所得です。9問目のクイズで、公的年金の受給額は1人約14.5万円と言いました。会社員の場合ですね。これを聞いて、14.5万円かける12ヶ月、つまり年間174万円自由に使えるぞってこう思った人は、ロッテのチョコレートぐらい甘いです。なぜなら、ここから健康保険料や税金が引かれるからですね。一体174万円の収入からどれぐらい税金を取られるのか。 それを計算するためには基礎控除、公的年金等控除額っていったことを勉強する必要があります。この言葉を聞いて、何のこっちゃ全然わからんっていう人は、伸びしろマックスですね。ちょっと勉強するだけで劇的にお金回りのことが良くなりますよ。まずはこちらの動画を見て、今後のお金に強くなるために勉強すべきことを把握してください。この動画ですね。最高の基礎教材、本気でお金持ちになりたいなら簿記と FP を学ぶべき5つの理由。 この30分弱の動画を見て1ヶ月勉強するだけできっと10年後20年後の景色が変わります。知識にもお金と同じようにふ利が効くからですね。クイズ16ファンド、投資信託や ETF を購入する際に計画しておくべきことは1、前年に一番値上がりしたファンドへ毎年乗り換えてこれを10年間繰り返す2、前年に一番値上がりしなかったファンドへ毎年乗り換えてこれを10年間繰り返す3、同じファンドを10年間保有する4、 いいと思ったら別のファンドに乗り換えることを10年間続ける正解は3番同じファンドを10年間保有するよくやりがちなのが最近最も成績がいいものに乗り換え続けるってものなんですねで高値掴み値下がりを繰り返してコツコツとお金を減らしていくんですね もし再現性高くお金が増える資産運用がやりたいのなら過去の1年や3年といった短期の成績を見るのではなく過去の10年15年といった長期の成績を見て長い時間変わらずに実績を出し続けてきたファンドを選定する方が賢明です例えば S&P500 ニューヨークダウといった指数に連動するファンドですね半年になっても自信を持って買い増しできるそんなファンドだけを買うようにしましょうクイズ17不動産契約をする際に一番理解しておきたいのは 1, 1物件のカタログ2重要事項説明書3不動産会社のホームページ4広告正解は2番重要事項説明書です重要事項説明書は見るからにややこしそうな書類なんですけどその土地建物の持ち主は誰か水ガス電気などの状況はどうなっているか土砂災害の危険がありそうか。 もし契約を取りやめるときはどうなるのかみたいな重要な事項の説明が書いてある書類なので絶対に目を通す必要がありますこのような重要な書類や契約書に関してその場で見てその場で説明されてその場で印鑑を押すっていうのは本来ビジネスの実務ではありえませんもし可能なら事前にちょっと見ておきたいので重要事項説明書のコピーをいただけますかぐらいのことは言ってもいいかもしれませんね何は金融道という有名な金融漫画で マルチの集団に囲まれて勧誘された主人公がこんなセリフを言い放ちます。私は金融屋ですよ。その場で印鑑押すわけないじゃないですか。こちらの契約書は持ち帰って検討させていただきます。これがリテラシーの高い人の行動なんですね。こういう姿勢をぜひ大切にしてください。クイズ18世界の大手企業500社の中で日本企業の割合はどの程度か 15%210%335%455% 正解は ?2 番、10%です。そんなに少ないのかそれとも、思ったよりは多いなと皆さんの感想はどちらですか日本がバブルの時はもっと多かったんですけどね、日本がオわコンだって言いたいわけではなくって、国の順位は入れ替わるってことを知っておいてほしいんですね。今最強の米国も、それを追う中国も、永遠に最強とは限りません。ローマとか江戸幕府とかもう残ってないですよね。 20年、30年単位の超長期投資をしようと思ったら、やっぱり全世界株への分散は一つの最適解になるのかなと思います。クイズ19。預金保険機構とはどんなところか。1、皆さんのお金が安全であることを保証する。2、破綻の際には預金者1人当たり1000万円までの預金を保護する。3、ある銀行が破綻した場合、すべての預金者の預金等の全額を保護する。4、2と3の両方である。 正解は ?2 番。破綻の際には預金者1人当たり1000万円までの預金を保護する。これが正解ですね。預金保険機構というのは、銀行が出し合ったお金を貯めておく。どこかの銀行が破綻した場合は貯めておいたお金で預金者に返金する。そういう仕組みです。実際2010年に日本新興銀行が破綻した時に発動されました。リベダイ YouTube で勉強して行動して、いずれ資産5000万円以上の小金持ちになる皆さんは、 ざっくり銀行が破綻したら、返金される普通預金は1000万円までって覚えておきましょう。預金額が1000万円を超えるようなら、預け先の銀行は大丈夫そうか、利息がつかない無利息型の預金、決済用預金にした方がいいか、意外に知らない人が多いんですけど、利息はいりませんって言うと全額保護されます。これらを検討してみてください。クイズ20平均寿命とは0歳児の平均余命を示すが、厚生労働省の平成30年簡易生命表によれば、 2018年に生まれた子供の平均寿命は何歳か ?1、男性50.06歳、女性53.96歳。2、男性75.92歳、女性81.90歳。3、男性81.25歳、女性87.32歳。4、男性94.33歳、女性95.66歳。 正解は ?3 番。男性81.25歳、女性87.32歳です。本気で人生100年時代っていう感じがしてきましたね。最近の研究では、2050年には平均寿命が140歳になるなんて話さえあるそうです。ますます長くなる人生をいかに豊かに生きるか、お金に関する不安はさっさと解決して、長生きできる時代に生まれた幸せを噛みしめながら、自由で自分らしい暮らしを手に入れていきましょう。まとめいきましょう。 お金の不安を解決すると未来の景色も変わる。知識マッチョを目指して学んでいこう。以上、マネークイズ20選でした。皆さんどうでしたかね簡単すぎるよーっていう人、難しすぎるよーっていう人、どっちだったでしょうかもし余裕があれば、1問5点かける20問で何点取れたかコメントしてもらえると嬉しいです。今後の動画でどんな難易度のどんな話題を扱うか決める参考にしたいなと思います。 以上、参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったら人に紹介してもらえたり、いいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。お金の基礎力をつけるために最適の一冊、お金の大学出てます。本屋さん並んでますので、ぜひ手に取ってみてください。オンラインコミュニティ、リベシティも運営しています。お金にまつわる5つの力を育てる場ですね。マネーリテラシーがアップする話を毎日、学長マガジンという形で配信しています。興味のある方はこの動画の概要欄からチェックしてみてください。今日が人生で一番若い日です。 時々こうやって過去に解説した動画の内容をクイズにするのも面白いかもしれないですね。見れば見るほど知識マッチョになって将来が良くなる。そんなチャンネルにしていきたいなと思います。ということで、これからもしっかり学んで行動して自由の道を歩んでいきましょう。終わりたいと思います。今日もありがとうございました。今日も気をつけていってらっしゃい。どうせなら楽しく学ぼう。